今年は草薙松島に決定。毎年恒例のベストジーニスト発表会が昨日都内で行われました。最もジーンズが似合う有名人として全国の一般投票によって見事その1位に選ばれたのが、男性は草薙剛さん、女性は松島奈々子さん。特にジーンズコレクターとしても有名な草薙さんはこの賞の受賞を待ちに待っていたとか。本日は本当にありがとうございます。草薙さんには負けますけれども、私もジーンズはとても好きで、地方に行って以前ジーンズショップに行ったら、草薙さんが来ましたよなんて話を聞いて、あ、本当に全国回られてるんだなと思ったんですけれども。選ばれてるんですよね、うん、その時も主張してました。ということで、お二人だけではなくて競技会選出部門、分かりますか、吉田拓郎さん、うん、島倉千代子さん、伊達公子さんが選ばれております。伊達さんなんかジーンズ似合いますもんね。そうですね、そうですね、行動的だしね。そしてこのお二人がファンと役柄とか、うん、表に出る時にジーンズを履くことが少ないんですけれども、移動中とか家から仕事場に行くときはほとんどジーパンが多くて、昨日最もジーンズが似合う有名人を選ぶベストジーニスト99が発表され、スマップの草薙剛さん、女優の松島奈々子さんらが選ばれました。